メイクはダメだと。実はこれね、うちのチャンネルでも言ってない。これまだガンになっちゃうなって思うぐらい。一緒にやろうよ、前を待ってんだよ。いいね、デブいいね、みんながいいね、俺は幸せもんだ。ためにならないチャンネル、どうも。今日は私の憧れの兄貴でございます。もう本当にこの方がいなかったら私も芸能界やっていけないかったんじゃないかなと思っておりますね。デーブ大久保さんです。よろしくお願いします。よろしく。ああ、よろしくね。本当に来ていただきましてありがとうございます。親方みたいになってんだ2人で。いいですね親方。でも水戸泉ですか。水戸だから。これ無双山でいいわ。え、無双山で。無双山荒々しいですからね。でもやっぱあの会うの久しぶりだもんね。そうですね、本当その説はね。 楽天の時もそうですけど、あの西武のコーチの時も甲子園球場行くとね、ありがたいのが西武のロッカールームまで入れていただいて、選手にみんなにこう紹介して。でもみんなが喜んでくれたんだから。あ、嬉しい。まっちゃん来てくれた、松村さんだってみんなが喜んでくれたから、帰って試合前にみんなこうちょっとこう試合から離れたい時もあるわけよ、はいはい、選手たちって、その時にまっちゃんなんか最高のタイミングだったし、でこうやっぱり甲子園球場での阪神戦って異様なわけね、はい、我々野球人でも。あ、うわーって。うちの YouTube でもやったんだけど、はい、やるんだけど、あの甲子園には魔物が住んでいるってミーティングが一発目がそうだったりとか、はい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 、確かに魔物がいたわけ。煮物もいました。煮物もいて、そこに煮物食べる人も2人いたってあの甲子園のさ、昔選手の時に甲子園球場の、であのアルプスタンドの下を通って球場入ってたのね、はいはいはい、でそこにまあ通常のお客さんも買える、はい、ジュース屋さんとかもあるじゃない、はいはい、であの頃にバヤリースかなんかの、はいはい、そのジュースのこうアルミみたいなの入ってるのあったの、はいはい、ありますあります、うん、ストローをこう斜めにさして、はいはい、あれをもうあれで売ってんの、はい、であれにスプライトを割ってもらうっていうのが、ジャイアンツのロッカーでものすごくもうずっと流行ってて、はいはい、で甲子園行く時は俺それ10杯ぐらい飲んで、へだ甲子園だけあんだけ汗かいても痩せないっていう確かに、うん、バヤリースとあのスプライト、そうそうそう、まあ、それを飲んだりしてて、でしかも甲子園球場って、まあ、本当に9割9分あの阪神ファンじゃない。そうですよ、もう四面楚歌ですよね、ジャイアンツからすると。はい、もう本当のレフトサンドのほんの見えるか見えないかのとこじゃない、うんうんはい、で我々の攻撃の時はシーンってしてるじゃない、はい、で聞こえるのはヤジぐらいじゃない。そうですそうです。で試合前から異様な雰囲気だったのね、やっぱり阪神って、はい、そしたら俺売り子にガンガンやじられたことあるの売り子がやじるのもやっぱ甲子園球場ですよね。普通売り子やじりませんよね。どこでも売り子だったら、あの中に小野々花がいるわけですもんね。そうなの。小野々花がキキキリンと一緒で同じ文字が何回か続く小野々花がいるわけですもん。キキキリンさんね、小野々花がこっちはやじるわけですか。これはブタってビール持って、はいはい、これはブタ熱苦しいんじゃんみたいな、なんだとこらみたいになって、そしたらまた次の日に甲子園球場着いて、はい、アルプスタンドの下だったら、その売り子さんたちいっぱいいるわけよ、はいはい、ばったり会ったの、こらくさもうデーブさんが、そうそうそう、した選手も囲んで、お前かみたいな、で名前と住所書けっつって今でも持ってる。あ、一番立ちが悪いですよね。でもいいですよね。でもそういうのを正当化ちゃんとで、正しいこと悪いことちゃんとやってくれるのが、そうそうそう、教えてあげなきゃ。教えてあげ、ただだから何が言いたいかって、そのチャンネル名はためにならないっていうのはまっちゃんらしいの、謙虚に、実際 YouTube って俺もやってるけど別にためにならないじゃん、はい、ためにならないです。俺がやりだしたのは、うん、こうやっぱり皆さんの暇つぶしの、うん、になってくれりゃいいっていう、はい、しかも俺の時はそのちょうど俺飲食もやってるし野球学校もやってて、どっちも引っかかるわけコロナに、はいはい、でまあ、4号っていうところから2000万、はい、で国金から3000万借りれるって、5000万をちょうど借りようとしてる、うん、申し込み書を取り入ったりとかやってる時期だったの、はい、その時に、ジャイアンツの原さん以下、はい、丸とか、岩隈とか新之助とかが全部で5000万を寄付するってなったの、医療従事者の方ですって、はいはい、俺めちゃくちゃ情けなくなってさ、こっちは5000万寄付するって言ってる人やねん、俺らは5000万借りるさ、俺何やってきたんだろう今までって、っていう時に息子から YouTube、Twitter やって、
でその Twitter の人と YouTube の人たちってもう同じような方々が仲間だからどうですかって言われて、じゃあそっかそういう恩返しもできんのかって、うん、はいはい、いうのでやったからためにならなくても別にさ暇つぶしで俺はしてくれたらもうベストだね、うん、なんかあのデーブさんとかと日本放送のお仕事とかもそうですけど、こう普段こう会話してるのが面白いんですよね。もう控室だろうと楽屋ってね楽しい奥と書くから、うん、デーブさんって本当にそこの楽屋を楽しく過ごすから、これがね回ってたら面白いなっていつも思ってたんです。それがね YouTube になったら普段の部分がこう出るから僕ねいいと思うんですよね。デーブさん YouTube 本当合いますよ。あ、それもその監督をやったんじゃない、一応監督、まっちゃんも遊び来てくれたじゃない、あの時は日に日に自分じゃなくなっていったの、うん、なぜっていうと自分を出しちゃいけない職業で、はいはい、最後の最後に皆さんから来た意見をまとめてやるかやらないかっていう決断だけする仕事だから、うん、なぜって監督がこれやるぞって言ったら全部がそうなるから、うん、でもやっぱ球団との間、コーチとの間、ファンとの間、選手との間とか裏方との間っていう、入っても俺日に日にさやつれてったの分かるの、俺このままだがんなっちゃうなって思うぐらい、あストレスでがんなるってこういうことだと思ってて、うん、で飲食やりだしたら飲食に来る常連とか仲間が増えて、はい、日に日に自分に戻ってって、で簡単に言えばさ、そのなんだよまっちゃんも元気だよって言うぐらい押せよってのが俺じゃない、はい、と監督はまっちゃんたまには連絡してよっていうこうトーンが下がんなきゃいけないから、俺なんかデーブさんはなる、まあ楽天の監督の時に中畑清さんみたいな監督でもいいかなと思ってたんですよね。中畑さんとやりたかったね。中畑さんみたいな監督で楽天はこれ熱く盛り上げててもデーブ職に変えても、僕仙台をデーブ職に変えてもいいかなと思ってた。中畑さんねさ、うん、もうまっちゃんのチャンネルだから言うけど、うん、交流戦あるじゃない、はいはい、で中畑さんが仙台に来たの、はい、あの人師匠だから、そう中畑、まあ、中畑一派みたいなもんですもんね。そうそう、中畑一派ですよ。それで、師匠もう俺辞めたいんですと、師匠俺とやろうかっていう話にもなったんだけど、はい、実はそんな話は俺がライオンズをその郵政の事件で暴行事件で解雇された後に、はい、翌年に楽天が実はもう声かけてくれたのね。もう7月ぐらいかなに声かけてもらったんだけど、うん、まあ、中畑さんとその頃はもう野球学校もやり始めてたし、うん、で中畑さんとゴルフ行こうってなって、はい、でゴルフのラウンドしてお昼を食べてる時に、はい、いや師匠実はあの楽天から話が来てんですと、うん、何なんだって、何を悩んでんだお前はって、いやいや悩んでるっていうかどうしようかな、どうしようもこうしようもないだろうって、世間がお前のこと真っ黒だと思ってんのに真っ白に変わるチャンスじゃないかって、何を悩んでんだって、すぐ返事しろ、まだ返事してないんだろうって、してないですって、すぐ今からも電話しろって言う人だったの、はい、中畑さんって、はい、あっ師匠分かりましたって、じゃあ俺もう決めましたとって言って、俺その日にグラウンド終わって家帰ってから球団代表の米田さんって電話して、はい、あの電話じゃなくてちょっとお会いしてお話最後させてもらえますかって言って、うん、お受けしますって言ったの。でその夜に、はい、中畑さんから電話が来たの、楽天の要請を受けました、受けた後に中畑清さんからお電話があって来たの、はい、で、はい、お前よ実は急に俺ベイスターズの監督になっちゃったんだよ、はいはいはい、うち来いって言われて、いやいや師匠あの昨日あの返事しろって言ったんでたったさっき師匠返事しました、どうにかなんないのかってでどうにもならないじゃん、はい、だ師匠今回無理ですよって、いや師匠に言われても即日あの昨日もご連絡したのに、いや俺もな本当に急な話なんだよって、うん、なんか高田さんも、まあ俺中さんってさすが中さんだなと思うけど、いや俺黒いイメージが白になるチャンスじゃないか、星野さんとこ行ってこいよってこう、ね、楽天の星野さんとこ行ってこいよって言った後に、うん、デブうち来ないかやっぱりうちだなんとかならねえかなんとかならねえかこれって数分先のこれなんだけど、このタイミングがちょっとずれてたら DeNA でもちろん中畑さん、まあ、球団はその当時の高田さんっていう GM はやっぱり過去にトラブルを起こした人は、うん、取りたくないみたいな、やっぱそれは球団のトップの考えだから、
やっぱりやらかした人間よりもクリーンなやつの方がいいと思う GM だったみたいで、結局は成立しなかったの。で中畑さんも俺がその交流戦の時に、まあ、その監督時代、お互い監督時代に中畑さん僕一緒に飯食ってる時に、師匠僕やっぱり一緒にやりたいんですよっていう話をして、もちろんだってやってくれってなったんだけど、結局 DeNA がのその高田さんがもうデーブはダメだと、実はこれねうちのチャンネルでも言ってないで、高田茂さんもでも一応元ジャイアンツでもありますしね。でもまあすごくいい人よ、ただ球団としては、分かるわ、GM も雇われだからその上の人たちとはもっと話すじゃない、DeNA の本社の人たちとは。そうするとやっぱり今すごく勢いのある新しい会社で何かあった人間じゃなく、だってコーチなんかいくらでもいるわけだから、っていうのも分かったから、まあましは仕方ないですねと思ってたら、師匠もやっぱり自分が呼べた人って何人もいなかったと、コーチとして、やっぱ球団主体だったから、もう俺は辞めるって、長くやるもんじゃないって辞めちゃったの。それから2人でずっと浪人だよ。まあ浪人してからですね。はいはい。だけど何だろう、僕ね思うんですけど、デブさんってやっぱその中畑さんも来てくれっていうように、西武がこうやって来てくれってね、渡辺 GM ね、 GM もそうだし、みんなが来てくれ来てくれって言ってくれる人ってやっぱりねすごいと思うんですよ。俺なんかこう西武のコーチの時にやっぱりねムードが変わったなと思って、なんかデーブさんがいるだけでね、なんかみんなをやる気持たす部分っていうのが必要だ。星野監督はやっぱりそういうのを見てたから、ぜひともデーブさんが欲しかったと思いますよ。でデーブさんって、あ、星野選手さんもものすごい熱い人だから、デーブさんみたいに思いっきりぶつかってくれる人には、本当武蔵山のぶつかり稽古じゃないけど、一緒にやろうよデーブなあ、お前を待ってんだよ。いいね、デブいいね、みんながいいね、俺は幸せもんだ、ほんと幸せもんだ。その星野さんの、これ全員やっぱり今まで知り合った人、亡くなっていく人もいるじゃない、もちろん、でも全員お阿弥陀さんにすがって成仏してくださいっていう、俺が田舎で教わったお寺さんの、いろいろ教えてくれたお寺さんの言葉で最後のこう電話番号切る、消すんだけど、親分のはやっぱ消せないの、今でも。なんか自分の最後の親父っていう後ろ盾の人がまだいてくれると思ったね、お前今それやってくれたな、嬉しいわ。いや、あの亡くなった人っていうのは個体の死なんで、本当の死っていうのはその人の噂が消えた時が本当の死だから、番号消せないデーブさんもすごいですけど、やっぱりね、あの星野さんの話をみんなでするってことが僕は大事かと思うんですよ。そうだな、いや仙台をね1位にしろと、母がつけた名前が千一です、ごめん倉敷だった、もう全部あれでいいと思うんですよね。倉敷だよ、いいね、俺は倉敷だ、ね、もうあれなんだけど、あのなんか熱いんですよね、熱い。それやっぱりデーブさん来てほしいっていう、やっぱりこれ指導力だと思うんですよね。いや、それでその、星野監督と田淵さんってもうヘッドコーチだったんだけど、はいはい、もちろんもう長年の兄弟分じゃない、秀吉とあの八塚五郎みたいなもんですよ。その辺が俺分かんないね、歴史は、まあ、ずっとこう一緒に登ってるそうなの、ブチーセンちゃんっていう感じですよね、ブチーセンちゃん。それで、まあ、ベンチで、スリーボールツーストライクってカウントになると、なぜかバッターって振っちゃうのね、ボール球を、でもツーボールツーストライクっていうのはなぜか見送れんの、スリーボールツーストライクよりはボール球振らないわけ、でこの心理を自分で考えた時に、スリーボールツーストライクはスリーボールだから、ピッチャーはストライクを放ってくる確率が高くなるんじゃないかって勝手に思ってるわけ、だから振るんじゃないかって、2エンド2だと思ったら見送れるってことは、またボール球も放んじゃないかと思ってるわけ、だからラウンズの時からやりだしたそのスリーツーになった時に、トゥートゥーってみんなでバッターにこう掛け声をかけるをやったのね、で強いチームって真に受けてこうその新しい指導者にこうのものを吸収しようとするわけ、で後藤っているいたじゃん、途中ブラジルに変わって4番打たせたやつ、今楽天の2軍のバッティングコーチやってるんだけど、あの竹って言うんだけどさ、竹がフォアボールなのに行かなかった、審判のフォアボールだって言われてみんなで爆笑したの、お前あいつアウトカウントってかスライカウント忘れてんだろバカって言ってたら、ベンチ帰ってきた後、お前どうしたのって言ったら、デーブさんたちみんながトゥートゥーって言うから本当にトゥートゥーって思っちゃったって、
そういう真に受け的な考えのね、はい、ところがその、まあ、楽天の時もそれをやらせたんだけど、うん、突然言わなくなったの、そのトゥートゥーを、はいはい、俺バッティングコーチとして気分悪くてベンチに、お前ら何やってんだよ、はい、ね、ガン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 打ってるらいやしねえんだって、はい、クソボールでも何でも手出しに、手でからやれって言ってないからって言ったら、はい、田淵ヘッドが、ええ、いい、そんなこと言わんでいいって言ったわけよ、はいはいはい、あれなんかちょっとおかしいぞこの空気と思って、はい、そしたら田淵さんがヘッドが、でもちょっと裏来いって言って、あのコボスタのさ後ろのとこ行って、ええ、あんなこと言わなくていいって俺が言ったんだって、じゃあヘッドね、なんで俺に言ってくれなかったんですかって、俺がバッティングコーチで担当なんだから言わさないぞって言ってくれればいいじゃないですか、なんで俺だけ知らないんですかって、はい、冗談じゃねえって俺もなるタイプ、はいはい、先輩もクソもないって、はい、じゃ言ってくださいよって、はい、そしたら星野監督来て、はい、おいブチーってずっと言っとるやないかって、デーバー言わしとったやないかって、はい、言わんお前が悪いんじゃって言ってくれたの、はぁ、俺はほんと救われたね、なるほど、だからね、一部始終にあの、ね、星野監督が見てる人だったよ、全部全部見てて、だから普通だったら田淵さんの方に言っていいわけじゃん、デーブお前年下のくせにそういう言い方ないぞ、でも何でもまあ何でもいいわけ、はい、怒れるわけよ、うん、だってヘッドコーチに俺歯向かっちゃってるんだから、うん、でそういうことがたびたび前もそのオープン戦の時もあって、佐藤よしさんってピッチングコーチが、はい、あの星野さんの時いつも佐藤よしさんいらっしゃいますもんね、そう、監督からバスターにするっていう、はい、作戦を俺はその監督からもちろん出してもらいたい、はい、わけですよね、はい、でバントでいいけど来たらうまいこと打てよってこの都合のいいサインにしたくなかったの、じゃあもう来たら打っていいよってサインを作ってほしい、でそれをあの名古屋のさ中日の人たちがよく行く中華屋さん、あーなんかか星野選手さんの行きつけの、そう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 、一軒ありますね、名古屋に星野選手さん行きつける中華があんの、はい、そこで、まあ、監督とヨスさんとかみんな、まあ、5,6 人の首脳陣と食事を取ってた時に、はいはい、それ言ったら佐藤ヨスさんが、お前らそんなのお前来たらやらいいだけですよ、お前その際なんか監督なんかお前作んなくていいに決まってんだよって言われたから、はい、ヨスさんって、ええ、バッティングコーチですかと、はい、俺ピッチャーのことも一言も言ってないじゃないですかって、うん、そこはおかしくないですかってまたやっちゃうの、うん、俺あおかしいでしょうよって、いやそういうのを作っていただけませんかって聞いてるだけじゃないですかって、はい、まだオープン戦の頃、まあ、やっちゃってるよ俺と思ってるんだけど、はい、聞いちゃダメなとこも俺はあるんだあると思って言って、そしたらその向こうでは選手たちも何人か行ってたから、ちょっと選手の親父行っていいですか、どう行ってこいって言って行って帰ってきて、まあ、30分ぐらい選手の方行って俺頭冷やして、はい、その親星野監督と吉さんとかコーチ陣がいる席に戻った時に、まあ、それはこれまず謝んなきゃと、うん、正座してあの先ほどあの生意気な口聞いてすいませんでしたって本気で謝ったら、そしたら星野監督がお前は悪ないって、お何も悪ないやってこうやって言いたいことってぶつからなあかんって言ってくれて、また話が収まるって言ってた、全部を平等にちゃんとこうしがらみなくみんなを見てるんです、ね、見てる、だからやっぱあの阪神をさ日本一に日本一はなれなかったから優勝させてさ、はいはい、やっぱ神業だよ、いやあのね暗黒時代の阪神を野村さんが3年間でも最下位最下位最下位だったので、うん、星野さんの時4位になり、次金本さんを取り、うん、まあまあイラブ投手とかまあそういう補強もあるけど、やっぱり首脳陣を怒ってあの選手を怒らなかったですよね、うん、そうそうそう、だからあの巨人戦の時に藤川球児 の後藤選手に打たれたホームランであの同点になったけど、あの勝ってた試合を落とした時の星野さん怖かったですもんね、なんかこう首脳陣の方ずらーっと来て、選手はいい、みんな自由に飲んでいいよ、首脳陣集まれ、こう首脳陣バーッと集まってきて、全員辞表を出せってこう言われたかった、その日ね、僕、辰川光夫さんからお電話かかったんです。まーちゃん、今日ね、試合が終わったらね、あのご飯行こうよね。まーちゃん、あのね、ご飯行こう、ご飯行こうって、辞表出せって言われたのがあったんでしょうね。僕、それ、あと後々聞いたんですけど、それで辰川さんがその試合終わった後、だいぶ経ってから、まーちゃん、ちょっと行けんようになったけの。まーちゃん、ちょっと訳があって行けんようになったけ。まあ、一応推測してくれ。の。じゃあけ、また球場遊び行き。ね。あじゃあよろしゅー、よろしゅー、よろしゅーがちょっと小さめのよろしゅーって声でポッと終えられたのがあったので、あの時の星野さんってわ怖いなと思う。僕だから球場遊びに行く時でも一応応援に行くわけですよ。で毎日毎日来てたんですよ。そしたら星野さんが逆に心配してるんですよね。毎日毎日球場にいるから
仕事が大丈夫なのかなって気になるんですよね。星野さんが普通とありがとう、いつも応援してくれてありがとうって言うのかなと思ったら、昨日も来た、一昨日も来た、大丈夫なのか仕事って言われて、いやいや、あの仕事終わってきてますんで、こっちが心配なんだよこっちがっていう、なんか周りの人いつも気にされてますよね。で中日の時の監督の時、いつだ聞いたんだけど、長期遠征、今の赤プリに泊まってたんだって。赤プリに泊まってた、中日は、はい、で高い階で全面ガラスの部屋がミーティングルームだったらしい、まあ、全面っていうかその外面ね、角部屋なんかで、はいはい、したらミーティングで、まあ、俺らも首脳陣の時あったのは、はい、目の前のコーヒーとかなんかをこうバーン、お前ら全員やめーってやっぱやんの、お前らのせいだよ、おらーってで帰ってくわけ、俺わかんの、はい、同じこと不良だから、はい、もう場面でやるわけ、はい、全然怒ってんじゃないの、はい、こいつら気合い入れなきゃって時やんだけど、その赤プリの時はどうも本気で切れたらしい、そうなんすか。持ってたこう普通の椅子あんじゃん、ホテルの、はい、4本足がついてるやつ、はい、あれ持ち上げて窓の方に行こうとして、みんなやばいと思ったんだって。で振り向かえって壁に投げたら、その椅子が刺さったって逸話もあるもしろもね、これは来てた時はね、もうそれアンガーマネジメントってわけいかないませんね、6数えるってわけにいけませんしね、星野さん6秒数えてください、1、2、3、4、5、うわーって椅子に刺さったって言うんですね、はあ、ざっと刺さったんですか、はあ、だからそれで言うと長嶋監督とかはそういう、はい、怒るってことはまずなかったし、はあ、松村邦洋、ためにならないチャンネル。まあ基本的にためにならないんですけど、自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もしまあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。